はい、皆さんこんにちは。今日は2月9日から開催される大阪オートメッセ2019のトミカ関連のところをチェックしていきます。まずはタカラトミーさんのホームページの大阪オートメッセ2019のページだね。で、ここに書いてあるのはエンターテインメント情報で、大阪オートメッセ2019にトミカが出展って書いてあるね。で、下の方を見ていくと、開催日が2月9日から11日になってるね。インテックス大阪で開催される大阪オートメッセ2019にトミカが出展って書いてあります。で、ここで気になるのが限定トミカの情報だね。下の方をずっと見ていくと、この部分だね。今回の限定トミカはこのモデルだね。タカラトミーモールオリジナルトミカプレミアムトヨタ 2000GT の販売が決定って書いてあります。で、もう少し詳しい情報を見ていくと、ここだね。オリジナルトミカの販売の案内っていうところには、販売商品タカラトミーモールオリジナルトミカプレミアムトヨタ 2000GT 他って書いてあるね。だからこれ以外にも何か発売されるんだろうね。で、全日程で各商品がなくなり次第販売終了となりますって書いてあります。で、オリジナルトミカのトヨタ 2000GT はお一人様3個までの販売になってます。で、下の方を見ていくと、この辺りは会場での注意事項だね。で、このまま下を見ていくと、大阪オートメッセ2019の公式ページにつながるのかな。だからここで分かることっていうと、やっぱりこれだね。タカラトミーモールオリジナルのトミカプレミアムトヨタ 2000GT がメインの販売になるのかな。で、このモデルはタカラトミーモールの公式のオンラインショップの方では売り切れになってるね。欲しかったけどまだ手に入れられてない方はここでゲットするチャンスかな。で、このモデルは以前こちらの方でレビューを上げたので、またリンク貼っておくのでご覧ください。で、1月に開催された東京オートサロンで販売されたようなネッツ兵庫の86とかっていうのは、ここは販売がなさそうかな。大阪オートメッセで販売されるかもしれないって期待してたけど、ちょっと残念だね。で、その他見ていくと、展示されるものの内容で見ていくと、これだね。トミカ 4D を体感しようっていう特設コーナーがあるみたいです。はい、今日は大阪オートメッセ2019のトミカ関連のページをチェックしてみました。公表されている内容を見ると、トミカの販売はタカラトミーモールオリジナルのトミカプレミアムトヨタ 2000GT だね。で、それ以外のトミカっていうのはちょっとここに出てないので、会場行かれてチェックしてみてください。1月に開催された東京オートサロンみたいに特別に作ったっていうトミカはないみたいだね。かなり大きなイベントなんだけど、そのあたりちょっと残念だね。でも大阪オートメッセはトミカじゃないけど、カスタムカーがたくさん展示されてるね。車ファンにとってみたら楽しいイベントだと思います。で、今回も視聴者さんの方からコメントで、大阪オートメッセで限定トミカ出るよっていう情報をいただきまして、ありがとうございました。またご意見ご要望ございましたら、コメント欄の方でお願いいたします。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。